はい、どうも石原です。 iPhone12 Pro を待つべきか、 iPhone11 Pro を今買うべきかについての企画シリーズとして、価格、カメラ、カラバリ、スペック、サイズ、この5項目を比較して、その違いをそれぞれの動画に分けて解説してきました。まだの方はこれらのシリーズの動画を一度チェックしてから、またこの動画に戻ってきてもらうと、より今回の動画が分かりやすくなると思います。ではそれぞれの違いを振り返りながら、僕の結論として、 iPhone12 Pro を待つべきか、 iPhone11 Pro を今買うべきかのお話をさせていただきます。 iPhone12 Pro のスペックや性能、または iPhone11 Pro を買うかどうかを悩んでいる方の参考になりますので、ぜひ最後までご視聴ください。そしてこのチャンネルは Apple 製品などのリーク情報やガジェットレビューなどの動画を定期的にアップしてますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またこのようにすでにたくさん動画もアップしてますので、ぜひ過去の動画もチェックしてください。はい、では本題です。まずは価格ですが、このようになっておりまして、両モデルの最安モデルは iPhone11 Pro が 64GB の 106,800 円、これ税別ですね。そして iPhone12 Pro が 128GB で約 107,800 円となっておりまして、ストレージの容量だけ見ると iPhone12 Pro はストレージの容量が増量しているにもかかわらず、 iPhone11 Pro の 64GB モデルと価格がほぼ同じになっています。価格だけ見ると明らかにスペックアップした iPhone12 Pro の方がお買い得だということがわかります。そしてカメラです。このようになっておりまして、トリプルカメラは11 Pro と同じですが、画素数が6400万画素と12 Pro のカメラの性能がアップしておりまして、さらには12 Pro にはライダースキャナが搭載されています。このライダースキャナについては詳しくはこちらの動画で解説していますので、ぜひチェックしてください。明らかに iPhone12 Pro のカメラスペックが高くなっていることがわかります。そして空張りですが、このようになっておりまして、11 Pro のミッドナイトグリーンと12 Pro のネイビーブルー以外は全く同じ色のラインナップとなっております。そしてスペック、性能ですが、12 Pro が11 Pro より明らかに優れているポイントは5つあります。パソコンと同等の処理性能を持った強力なモンスターチップ A14、 そして完璧な 5G が搭載されておりまして、リフレッシュレートが 120Hz、 そしてより多くのバッテリー容量を搭載する、そして 6GB のメモリを搭載してきます。これらの5つにおいて12 Pro は11 Pro よりもかなり高性能なマシンになっています。そしてサイズですが、こうなっております。コンパクトなのは11 Pro です。12 Pro は iPhone 11や iPhone XR とほぼ同じサイズになると予測されています。はい。ということで、このように5つの項目に分けて iPhone 11 Pro と iPhone 12 Pro の違いを比較して解説しました。補足として、サクッと11 Pro と12 Pro と同等のスペックや仕様になると予測されていることをお伝えしておきますと、まず 18W の急速充電対応については12 Pro でも対応するでしょう。そして充電コネクタはライトニングポート、本体の素材もほぼ同じ、これは非接触充電を実現するために使用される技術が同じであることから言えると思います。そして防水防塵も IP68、水深4メートルまでと同じ仕様になりますし、トゥルートーンディスプレイも搭載されます。そしてデュアル光学式手ブレ補正もあって、2倍のズームアウト、ズームインや最大10倍のデジタルズーム、次世代のスマート HDR、ナイトモード、そして6つのエフェクトを搭載したポートレートライティング、これらも12 Pro では搭載してくると予測されます。さらに超高帯域テクノロジーである Apple 製デバイスの場所を正確に認識する UI チップも搭載してくると思います。そして少しばかり皆さんも気になっているであろう付属品ですが、もしかしたらイヤホンが AirPods かイヤーポッズかの選択方式になる可能性はありますが、どちらにせよ有線イヤホンが基本になるし、付属することは間違いありません。さらに 18W の充電アダプター、 USB-C2 ライトニングケーブル、これも11 Pro 同様に12 Pro でも同梱されると思います。そしてそれらを踏まえて、僕の結論といいますか総論をお話しさせていただきます。答えは明らかなんですが、 iPhone12 Pro が間違いなく買いです。そして間違いなく iPhone12 Pro を待つべきだと思います。最新のモンスターチップである A14 を搭載しつつ 5G が積んである iPhone12 Pro を買っておけば、数年先とはいえスマホの 5G での運用が当たり前になった時代であっても、
使い続けることができるので、11 Pro よりも確実に長く使用することができます。先ほど冒頭で iPhone 11 Pro の最安モデルと iPhone 12 Pro の最安モデルの価格を比較しましたが、11 Pro は 64GB で 106,800 円に対して、iPhone 12 Pro が 128GB で 107,800 円となっており、価格差はほぼありません。それならば、同じ金額を出すと考えた場合、長く使える iPhone を買う方がお得であるし、賢明だと思うわけです。しかも iPhone 12の発売時期はあと数ヶ月ほどになっておりまして、もう視界に入ってきてます。数年先ではなくて数ヶ月後には iPhone 11は発売します。最新のリーク予測では発表が9月か10月、そして発売が10月と言われています。まだまだ先と思うか、あと少しだと思うかで、皆さんが手に入れた iPhone は皆さんの未来の生活に影響してきます。岸くんもこのチャンネルを見てくれている皆さんは、僕と同様に iPhone が好きだと思います。それならば A14 で 5G が搭載した iPhone 12 Pro を数年以上使っていくか、それとも A13 で 4G 端末である iPhone 11 Pro を 5G が来ているのにもかかわらず数年以上使っていくか。これは人生の選択と言っていいほどに皆さんの未来のテクノロジーの利便性を分けていくことになると思います。もちろん僕のようなヘビーユーザーは iPhone 12を買い、そして iPhone 13も買い、さらに iPhone 14 も買うでしょう。でも、そこまで iPhone にこだわりを抱いている人は少ないでしょうから、それならば A14 で 5G 搭載の iPhone 12 Pro を買って1年、2年、3年、4年と使える方がよりお得だと思います。もし今 iPhone 11 Pro を iPhone 12 Pro とほぼ同じ金額を出して買って2021年に驚異的に 5G のインフラが整ってしまったら、そこで 4G を使うか、もしくは 5G 搭載の iPhone に買い替えるかの選択肢を強いられることになります。話をまとめますと、今です。今 iPhone の買い替えを検討している方は絶対に iPhone 12 Pro を待つべきだと思います。 5G という通信技術自体がなければ逆に iPhone 11 でもいいかなとは思うんですが、それでも iPhone 11 Pro を買うなら iPhone 12 Pro が発売された後の方が値崩れするのでお得に買えます。要はA14 もいらない、5G もいらない、iPhone 11 でも問題ないというユーザーであっても、iPhone 12 Pro が発売されるまで待つべきだということです。なので iPhone 12 Pro か、それとも iPhone 11 か、どちらを買おうか悩んでいる時点で、iPhone 12 Pro を妥協せずに買うことが一番だと思います。11 Pro のメリットを強いて言うなら、5.8 インチというコンパクトさです。しかしそれなら、A14 で 5G が搭載された 5.4 インチの iPhone 12 mini を買うことをお勧めします。はい。ということで僕の個人的な意見も含めて iPhone 12 を待つべきか iPhone 11 Pro を買うべきかに悩んでいる方にご提案させていただきました。そして今回ご紹介した内容は僕が運営するブログにも文章で詳しく書いていますので、こちらからもしくは概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。はい。ということで今後も iPhone 12 の最新の情報や Apple に関してのリーク情報を追いかけていきますので、ぜひチェックしてみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい。ではまた次回の動画で。